おはようございます。釣りこー TV です。このセクシャルな形。AK パンチ一つ買ってくることができました。一世のね、2024年の新しいね、ルアーということで、こんな感じのパッケージ。いやー、これ展示会とかで見たときね、えー、なんだろうってね、 うんそうだな、2024年一番気になった形と言っても過言ではないんじゃないかな。ねその他にもね、いろいろ使いたいなっていうのはね、2024年続々と登場しだしておりますが、一世のね、この感じ、ねいよいよ店頭に登場ということで、一つ買ってきていました。でね、えー、キャス、 ティングで935円ね。で、1、2、3、4、5、6匹入ってますね。うん、6匹入っていて、935円ということで、で、大人気でお一人様1個までということで、カラーもね、なかなか選べなかったんですけども、えー、今回は、クイシブリパンプキンね。 っていうカラー買ってみました。AK パンチ2.4っていうことでえ、どんなワームなのかね、早速ね、見ていきたいと思うんですけども。はい、まずね、一本出してみました。こんな感じなんだな。あ、ここすごい薄いですね。で、この持っただけでブランブランするこのね、玉のところに、えー、肝があるみたいなんですけども。 えー、結構ね、細かーいね、結構リブが入っていたりして、で、この玉の部分がね、こう、なんていうか、ブツブツになってる。この感じがまたね、なんとも言えないですよね。で、これね、すごいね、わーってね、説明見たりね、動画見たりしたらね、一個買ってみたいなって思うコンセプトだったんですけども、 まずですね、あの、メーカーの説明のところを見ていくと、バルキーなテールが上下に振動し、強烈な波動を出してバスを誘います。また、オフセットフックをセッティングすることで、ウッドカバーやウィードの奥でアクションさせ、カバーの奥で強振動する今までにない誘いが可能です。ノーシンカーやネイルリグではロッドワークに反応してアクション。 テキサスリグやフリーリグでは、フォールジも振動し、独特のアクションでバイトを誘発しますっていうことで、これを、こう、バイブレーションするためのたまたまなんですね、これが。で、オフセットをこの頭というか細い方にセットして、で、そうするとこの後ろの方が、この薄い接続部とね、相まって、こう、ブル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 、 強振動して、それで、なんだろう、小さいんだけど身の詰まった誘いのアクションが発生してバスを食わせるっていうね、こういうワームみたいなんですね。で、赤松さんのね、えー、動画を見ると、ザリバイブとかで行っていたリフトフォールの釣り、ブルブルブル、スー、ブルブルブル、スー、 ゴンってね、食わせる。まあ冬とかそういうタイミングでね、よく釣れる。まあ一年中釣れるんですけども、冬とかに活躍するあのアクションをワームでどうにか再現できないかっていろいろ形を煮詰めていったところ、この形にたどり着いたっていうことで、いやーね、コンセプトがもうめちゃくちゃ、 いいよなと思って。この小粒で、でもこのギュッと詰まった、これを、普通のプラグとかが入れられないところに入れて、強振動させて誘い上げるってね。あんなとこで使ってみたいな、こんなとこで使ってみたいなっていうのがね、思わずグフフフってね、えー、いくつか思い浮かんじゃうような。そんなルアーだなーね今までにね、そのテールが動いてバスを誘ってっていうと、まあ、 ゲイリー山本の4インチグラブとかね、あそこら辺がパッとね思いつきますけども、あれがまあひら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 ひラ,ヒラ,ヒラ,ヒラーっていう感じのね、誘いで、なんだろう、魚の尻尾がひらひらひラ,ヒラ,ヒラーって動いてるようなね、そんな感じに見えるね、アクションじゃないかなと思うんですけども、 こういう身の詰まったものがブルン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 動く誘う系のルアーで、そうですね、思いつくのだと、クロー系ワームね、あのドライブクローとかね、あれが出た時も衝撃でしたけどね、こう落ちてく時に2つのクローが玉状になっていて、それがグリン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 グリ動き続けてね、まああれ出た時めちゃくちゃ釣れましたけども、で、 それとはまた今度全然違った形ね。このまあ形ですけど、本当今までになかった形だよなってところがすごい面白くて。ね。やっぱりルワーっていろんな種類出てますから、何かしらにね、似ちゃうっていうか、まあ想像がつくというか、このワームだとこんな動きでしょうみたいなのがパッとね、頭に思い浮かぶもんですが、 これ、本当初めての形じゃないかなと思って、ねまあ、この手の、あ、え、何これって思ったのだと、あの、カバースキャットとかね、最初出た時おおって思ったんですけど、この、なんていうんですかね、後ろにこう、たまたまがついてる、この感じって、想像つかないよなってな、まあ、もう、真面目に真面目に、いろんな形をね、ね試していたら、 この形になっちゃったってことなんでしょうけど、まあそれはそれで面白いですけども、しかもそれがよく釣れるっていう風になっちゃうとね、さらに面白いなと思って、 まあ、ちょっとこれ持って行ってね、早速使いたいんですけども、その実調動画とかね、いっぱい YouTube とかに上がっているんで、え見ると、まず使い方でネイルリグっていうのがあって、それもね、試したいなと思って、ネイルリグっていうと、まあ、猫リグみたいに刺すのかなと思ったら、これね、メーカーのホームページに書いてあった、えとこですけども、ここにね、刺すんですね。うん、ここに、ね。 え、これによって、お尻がより重くなって、こう、ブルンブルン、ブルンブルン、よりね、強波動を出せるようになるっていう、よく動くっていうことみたいなんですけども、なおかつ、後ろの方にさらに重心が設定されることによって、前にオフセットフックをつけていても、こう、若干、バックスライドしていくっていう。そのために、このネイルリグは、まあ、玉の、なんだろう、まあ、ここら辺に差し込んで、 えー、そうすると、まあ、すげえ飛ぶようにもなりそうですよね。重心が完全に後ろの方に行くんで、えー、飛行姿勢も良さそうだし、遠くにも入れられそうだし、えー、そんでもってこの小粒な感じですから、カバーとかにもトゥルンってね、入っていきそうだし、えー、その他は、こう、ラバージグのトレーラーにしたり、テキサスリグにしたり、 ねえ、いろいろな使い方で使えちゃうよっていうことみたいなんですけども、で、ノーシンカーとかで使った場合は、こう、なんだろう、ふーって上がってきて、落ちるときにブルン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 、ふーブルン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 っていう感じでアクションして、で、テキサスリグとかフリーリグみたいな前の方に重りがあるような仕掛けにすると、 誘うときも、落ちるときも、ブロン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 、ブロン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 、ブロンブロンブロンって、とにかくこれが常に動きまくるよ、みたいな、そういう誘いが可能になるみたいで、で、赤松さんの説明の動画を見ていると、ズル引きこれをズル引きする、そんなアクションもおすすめっていうことで、通常だとこう、 動かないように動かないようにこうずるびいていって岩とかにスタックした瞬間にブルンブルンブルン <laughs>。ね。こう岩とかを乗り越える枝とかを乗り越える瞬間だけブルン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 っつって、それでもってこうね、えー、魚があ食うバイトのタイミングになるってね、そういう使い方もおすすめですよっていうことだったんで、 ほんと、この新しい形ですけど、いろんなリグに対応していて、ね。これは、ね。なかなかすごいワームだなってね。うん。思ったよりこの2.4インチなんで、小粒なんで口の中にはスコーンって入りそうですし、まあそんな感じだから、まあ例えば、 ヘビーキャロライナリグとかの相性もいいだろうなとってこう遠くに投げてね、自発的アクションでブルン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 ってこのね、動き続けるのね、そういうのもいいだろうし、まあなんだろう、ライトキャロスプリットショットリグでも良さそうだし、で、この強波動を出し続けるっていう特性から、まあダウンショットツネキチリグですよね。ツネキチリグなんかでも絶対いいんだろうなっていう。 この、なんだろ、中身の詰まっているところが、動き続けて、誘い続けるってね、一つのなんか、いい肝だと思うので、なんかね、こう、ほんとね、触ってね、持つとね、だいぶここにね、重心があるな、っていうね、こっちの方はね、結構ほんと、薄く作られているんで、ね、これは面白いワームだよな、ね。 ちょっと前に発売開始して、で、しばらく買えないかなと思ったらね、キャスティングによったら、あ、売ってると思ってね、残り3パックぐらいだったんですけども、一つね、買うことができたんで、えー、買ってきてみました。というわけでね、えー、開けていろいろいじってみたんですけども、これは2024年のに誕生した新しい形のワームじゃないかな。ね。 えー、大期待でございます。はい。というわけで、えー、本日の釣り子 TV はこちら。えー、一世から2024年に新しくね、登場した AK パンチ、えー。これを買ってきてみて、開けてみて、いじり倒してみたよっていうね、えー、こういう動画でございました。はい。釣り子 TV でした。また会おうぜ。 で今ね、撮影が終わって、よしあ、袋に戻そうと思ったんですけど、これさっき出した時にね、偶然、AK パンチさんがね、こんな感じ、<laughs> こんな感じになっていて、<laughs> あのこれ、セクシャルですね。<laughs> これは <laughs>、なんだこれ、自然とこうなってたんですけど、<laughs> あの、ね、これ良くないですね、この、この、 この形良くないなぁ、これ、もう、なるちゃあの、持ってるだけでね、思わず笑みがこぼれるという、そんなワームでもございます。この、あなた、あなたなんか、まあ、まあいいや、はい。というわけでね、あ早く釣り場に行って、えー、使ってみたいと思います。は、え、い、ー。釣り